アキラ。ワールドブレイカー若葉みなみ。我ら新生神の原トップ4。前のトップ4みたいな名前にして YouTube に私たちの PV をアップしてみたんだ。かっこいいでしょ。ちょっと照れるな。マスターオブレッドドラゴンか。意外と気に入ってるであるな。俺たちは神の原トップ4を全て倒した。せめて神の原で1位になってから出直してくることだ。今の貴様らと会話をする価値もない。これで春馬も俺たちを認めざるを得ないはずだ。そうだね。もう一度渋谷へ。待った、意義あり。渋谷に向かう前にさ、みんなで祝勝会しようよ。祝勝会？うん、トップ4にふさわしい祝勝会といえば、そう、バーベキューだね。ありえない。いいんじゃない、なんか楽しそう。よし、今度の休みはみんなでバーベキューやろうぜ。葵？レン君、ちょっといいかな。明日バーベキューの買い出しに行くんだけど、一緒に付き合ってくれない？ああ、いいよ。ありがとう。それじゃあ明日の12時スーパーの前でね。突然のこの申し出、どう解釈すればいい？何が始まったであるか。バーベキューの買い出しとはすなわち祭りの始まり。ことと場合によってはバーベキュー本番より大事なのである。葵はそれに俺を誘ってきた。これは間違いなく、さりげなくもあからさまなデートの誘いに他ならない。おーい、レン君。どうしたの、みなみちゃん。明日って暇？一緒に買い出しに付き合ってもらいたいんだけど。ああ、いいよ。ありがとう。それじゃあ明日の12時にスーパーの前でね。おいおい、モテモテじゃないか。これは何かのスイッチが入ったらしい。いや、こうなったら直接的に言ってしまおう。モテスイッチがオンになったと。でも良いのであるか。二人と全く同じ時間に約束しちゃっているであるぞ。ああ、うっかりしてた。みなみちゃん、明日は葵と三人って。オラ様、人間界のことはあまりよくわからないのであるが、二股、それはすなわちゲスの極みであるな。バレたら即殺されそうである。殺される？おそらくレンはバーベキューの豪華に焼かれるであろうな。やばい。随分買っちゃったね。こんなに食べられるかな。大丈夫だ、みんなが食べられなかったら俺が食べるから。だよね。お、電話だ。もしもし。あ、ちょっといい？ダブルブッキングを同時進行でこなすなど可能であるか。ああ、葵とはスナック菓子とドリンクの買い出しをして、ミナミとは肉と野菜の買い出しをする。この2箇所は離れた場所に位置している。つまり2人が鉢合わせする可能性は極めて低い。ロマンスの神様、どうもありがとう。オラ様、人間界のことはよくわからないであるが、そこはかとなくバブルの匂いがするであるな。ミナミ、しれっと慣れ慣れしいであるな。ごめん、待たせちゃって。お、なんぴとたりとも新鮮な肉は譲らねえ。クズの本懐であるな。
うしたのその怪我。いや、ちょっといろいろあってさ。ああ、重いでしょ。私も持つから。気にすんな、これくらい平気だって。本当に？結構な量だと思うけど。平気平気。さすが男の子だね。おーい、レン君、どこ？あ、ごめん、ちょっとトイレ。大丈夫かな、レン君。あれは台の方であるな。おそらく漏らす寸前なのである。え、二股とは大変であるな。みなみ、ごめん。ただいまより野菜詰め放題サービスを行います。出遅れた、任せたよ、レン君。その顔、大丈夫？いや、ちょっとね。今日は楽しかったね。おう。じゃあ私、次の買い物があるから。ああ、俺が持って帰るよ。本当に？ありがとう。私、この後まだ別の場所で買い物あるから荷物お願いしていい？え？いや、レン君が付き合ってくれて助かったよ。それじゃ、まったね。こっちである。とりあえずバーベキューの豪華に焼かれなくて済んだであるな。まあな。でもこれ全部持って帰るの？それじゃ、乾杯である。パーである。焼き方うまいね。肉肉。こだわりがあるからね。ありがとう。いただきます。うまいのである。ありえない。肉ばかりでは飽きてしまうぞ。は？肉って飽きんの？ちょっと何言ってるか分かんないんですけど。昼はやっぱり引っ張りランチであるな。もう昼じゃないけどね。あ、いや、何だったんだろう今の。Subject. Nobody knew what is a raven like a writing desk. Nobody knew.